皆さんこんにちは、井戸役の沖津和之です。俺が井戸だ、皆さんこんにちは、みくりまや役の津田みなみです。私もまやですまたそうやって振るからやめてよ。いるんですよこっちに、井戸さんが。やめてくださいちょっとあの監督に PV できたんで見てくださいって言われたらソーラン節が流れ始めたから、はい、こういうイメージでいきますそうですよね、感じでしたね。私もクエスチョンしか飛ばなかったです、まあ、オーディションが決まってマヤですって言われて、PV 来ましたってマネージャーに持ってきてもらって、どんな PV ポチーって押したら、もうソーラン節がいい感じに流れて、いい感じでね、おやおや何やるか全然わかんないじゃないか、もうマネージャーにでどんな話なんですかって切り返しちゃって、マネージャーもちょっとわかんないです、とか言ってたらいつの間にか PV もう一本撮ったやんか。それはでもアフレコ始まってからですよ、あれ実は。いやそうだけどさ、知らんし星とかめっちゃ飛んでましたもんね。星ずっと飛んでた。星ずっと飛んでた。ずっと飛んでた。ID0 がひらがなで書いてあったよ。うん。かわいいなって思う。ひらがなで書くとこんなにポップになるんだなっていう、ひらがなの凄さを知りましたね。うん、そうだね。どんな作品でも、どんな作品であっても可愛い PV って作れるんだって思う。あとパステルカラーって大事だなって。色ってすごいなって思いました。色すごいね。だって井戸さんのさ、井戸機のさ、機体がさ、それこそ水色とかだったらさ、絶対また印象違うでしょう。もうちょっと明るめの ね、そうそうそう、もうちょっと明るめのブルーだけど、今スタイリッシュなブルーじゃないですか。今スタイリッシュです。クールでかっこいい感じですね。クールでかっこいい、デビューしたんですか。デビューはまだ知ってないんですけど、あのブルーレイの方に特典でフルがつくそうなので、ぜひ見ていただきたい、聞いていただきたいと思っております。あれはフル撮ったんです。フル、嘘だ。嘘じゃないよ、フルで撮った。ちゃんとあれ1曲なのか。 PV 用でしょ、あれは。 PV 用でしょ。 PV 用じゃないです。え、違う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 、なんだろう。え、ちゃんとあのエスカベート社にみんな、お仕事は楽しいからみんなエスカベート社においでっていう曲を作ったんですよ。ちゃんとグレーマンに言われて。おう、そう、おう。だからあの、まあ、ちょっと PV だと本当に全部は聞いてもらえなかったんですけど、ワクワクワーキングって歌ってますからね。ワクワクワーキング、はい、お仕事楽しい頑張ろうみたいな。そう、ワークヘブンって言ってますからね、っていう歌詞なんですよ。おう、だから働こう働こうっつって、そう、労働参加ってことなんでさ、漢字で言ったの全部違う違う、ひらがなで言って。労働参加、労働参加、労働参加、かわいい、働こう、かわいい、そう、働こう。お仕事アニメですね。そう、お仕事って楽しいねっていう、そうだ、掘ろうみたいなそうだ、石掘ろうそうだ、そうだ、折り張ると掘らなきゃみたいな、そう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 、確かに、確かに。その曲を、もう2人の魅力は十二分にあの PV で伝わったと思いますよ。まあね、本編を見ていただければ、みんな活躍してるんで。そうだね、そう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 、本編見てください。はい、本編見てください、お願いします はい、僕カーラの胸のアップがびっくりしました。そこ、びっくりしたんですよ。びっくりしたの、びっくりした。あの胸は硬いのか柔らかいのかっていう、すげえ気になったんですよ。他のロボットたち胸ないんですよ。そこ気になったの沖津さんだけだと思うんですけど。絶対違うって、絶対違うって。僕は何度でも言うけど、カーラのおっぱい気になるって。まあ硬いか柔らかいか問題ですけど、私はやっぱ硬いと思うんですよね。だって機体だもん、金属だ、ロボットでしょ。だ、柔らかい金属もできてますよねほら、うなずいてるもん、ほら。いや、需要はどこにあるんですか。ここにあるかっこいいこと言ってんじゃねえよ何が需要はここにここにあるじゃねえいや、でも柔らかそうに書いてたから。え、嘘。でも柔らかそうだったんですね。ほら、カメラの向こう側の人は。嘘、柔らかそうだったって僕は見えたんですよ。カーラが、
そんな男性向けに、うん、その胸をつけると思いますか。じゃあ誰がつけるのあんなもの。どころか自分でずっとつけてる。やっぱ私胸が欲しいって思ったでしょ。いや絶対なんかこうここにこう、うん、なんだろう重要な、うん、なんだろう、まあ、それこそミサイルだったりまあロボットといえばね。そうそうよ、そうそう、ここがパカッて開いてパパパパパみたいな。え、どうなるって、どうなるって。だからパカッて開いてパパパパとか今まで散々女の子の可愛さ、ロボットのおっぱいの話、女性的な魅力を十分に伝えましたがそうだな、皆さん忘れないでください、ロボットアニメです、うん、主役は僕です、うん、多分とにかくあの1話見ていただいて、うん、1話見たら多分面白いなと思って2話見たくなって、2話見たらあれこんなことになっちゃった、じゃあ3話を見たいなってなって、あの多分最後までいつもびっくりすると思うんで、最後まで見てから判断してください。あの1話で絶対切らないでください、お願いだからあの僕のいいとこ何も出してないんでお願いだから、あの1話では切らないでください。最後までぜひとも楽しんでいただければと思います。そうですね、なんかほとんど大木さんに言ってもらった感じはするんですけど、ロボットと言いますと男性が見るものというか男の子だったり、うん、そういうマニアックなというかメカが好きとかそういう風な、うん、印象を受けると思うんですけれども、女性陣の私たちキャスト女性陣大原さんだったり私もですが、もう本当に女性でも楽しめたっていうのがやっぱり一番で、もうね、宮川純子さんもそうですし、もうね、とにかく楽しんでいたっていう、キャスト陣も楽しんでいたので、皆さんにもね本当に1話からまず楽しんでいただける作品になっていると思うので、もう本当にね1話を見たらどんどんと多分あっという間に見ていて、しかもね日曜の23時ってめっちゃいい時間だと思うんですよ私的には。だって日付をまたいでないですからねでもなんか、ね、月曜日に備えてね、そうだから月曜日に備えてちゃんと寝られる時間でやれるっていうのは、うん、もう気合入ってるなっていうふうに思いますので、ぜひぜひ皆さん寝る前にちょろっと見てお風呂入って寝るでもいいので、ぜひぜひ見てほしいなと思います。よろしくお願いします。